皆さん、こんばんは。このところ毎年開催させていただいている生命科学のデータベース活用法ということで、NBDC 事業推進部、科学技術振興機構の美濃和が、司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずちょっとホストの、NBDC について少しご説明をさせていただきます。科学技術振興機構 JST の中の一つの事業部でして、2011年に4月に、バイオサイエンスデータベースセンターということで設立されたものなんですけど、この2020年の4月に事業部として再出発いたしました。下にも書いてあるんですけれども、 JST の計画の中で研究開発成果の最大化ということで取るべき措置としてですね、科学技術イノベーション基盤の強化というのが謳われておりまして、ライフサイエンス研究開発全体の活性化に貢献するため、また研究開発成果が広く研究者コミュニティに共有活用されるようにするための組織となります。で、目標は生命科学分野のデータベースを使いやすくするということで、具体的にはこれらを実施するということです。で、いくつかのことをやってるんですけれども、欧米では一極集中型の組織が多いんですけれども、日本では予算とか組織とか人員とかなかなか太刀打ちできないので、私たちのところでやってるのは、この基盤技術開発っていうことと、それからファンディングプログラム、これは分野ごとにデータの統合を進めるためなんですけれども、これを2本柱として連邦型の統合データベースというのを目指して活動しています。分野ごとにこのデータの統合を進めるためっていう、このファンディングプログラムのことなんですけれども、統合化推進プログラムという名前になります。今ここには進行中の研究開発課題ということで8件を挙げております。で、本日はこのうち、7つのデータベースについてご紹介をします。読み上げませんけれども、これらの方々に、お話をしていただくということになっています。で、それぞれ12分のご発表で、質疑応答時間は今日は設けておりません。それでは私の紹介はちょっとここまでにして、早速大波先生に移りたいと思います。よろしくお願いします。